ごきげんよう。うぷ主代理のスラリンです。看板娘のウェイトレス、ラテです。前回、僕らスライムのゼリー、大好評だったから、リクエストにも答えちゃうよ。どのリクエストに答えるの？スライムタワーだよ。ただ積むだけじゃない。タワー舐めちゃダメだよ。滑るし大変なんだからね。積み上げると潰れるので、前回より固めにしたよ。あと、透明だと、重ねた時、色が混じり合うから、不透明にしたよ。今回もお世話になるし、新たに2個買い足したよ。まあ、これスパイシーで、美味しいしね。ねえ。中身は食べちゃって、キャップはしっかり洗って、薄くサラダ油塗っておくよ。そこは前回と同じね。綺麗に仕上げたいのは一緒だよ。今回の不透明なゼリーに、ちょうどいいわね。アガーは砂糖と混ぜておいて、ソーダドリンクは水と食用色素で、調整するよ。液とアガーを、耐熱容器に入れて、よくかき混ぜるよ。600ワットレンジで約2分加熱して、沸騰しかけたところで取り出すよ。よくかき混ぜたら型に流すよ。前回も不思議だったけど、どうして一度に入れないの？熱い液だと、プラのケースが変形しやすいから、ちょっとずつ入れるといいんだよ。そうだったのか。粗熱を取ってる間に、同じように緑のドリンクでも、作るよ。スライムベスはどうするの？今回はこれを使うよ。特売1個30円の、缶詰デザートだよ。牛乳と合わせて、カップに入る容量にするよ。混ざりにくくないかな？少しレンジにかけて溶かしてから、牛乳と合わせればいいよ。なるほどねー。凝固力あるから、アガーじゃなく、粉ゼラチン 3g を、大さじ1の熱湯で、溶かして加えるよ。あとは粗熱を取って、冷蔵庫で2時間以上、冷やすよ。飲み物は、カルピスとかでもいいかしら？残念だけどアガーと混ぜると、分離するから、ゼラチンか寒天と合わせるしかないね。結構難しいのね。ここからが今回最大の、クエストだよ。スライムを積んでタワーにしなきゃ。まずは丁寧に型から外すよ。固めに作ったけど、プルプルするかしら？前回には及ばないけど、プルプルするね。そのまま重ねられないから、せっかくのとんがりを、落とすよ。タワーのためだから、これはしょうがないわね。ごめんよスラ吉。名前、つけちゃってたのね。お次はベスリンを重ねてみるよ。もちろんとんがりは落としてね。滑るって聞いてたけど、言う通り安定しないわね。ライタンを乗せたら完成。って言いたいところだけど。やっぱりゲーム上のように、うまく乗っからないんだよね。どうすればきちんと、タワーができるのかしらね。そうだ、クリームでくっつけるのって、どうかな？水分があると途中で溶けて、余計に滑るよ。透明なゼリー塗って、固められないかしら。塗って固定するまでの支えるものがないし、冷蔵庫に入らないよ。そっか、最初から支えがあればいいんだよ。あと滑り止めと。今度はうまくいきそうね。それじゃ、やるよ。すごい、大成功ね。どうやったの？ちょっとチートだけど、スライム同士の間に、スライスチョコを挟んで、中心にプラのスティックを、刺したよ。スライスチョコは、今回、目にも使ったよ。型抜きして使えて便利だよ。こんな便利なものが、あるのね。前より固めだけど、つるんとして美味しいよ。ベスリンは固めの、マンゴープリンっぽいわね。一人じゃ食べきれない量だから、ボータ推しっぽくみんなで食べたよ。今回はいろいろ苦労したけど、ちゃんと完成してよかったよね。実際にみんなで意見交換して、アイデア出し合ったのが、よかったよね。本当は、もう一種類作ってたんだけど、今回は、この辺でね。それじゃ残りは、次回ということでいいんじゃない？そうだね。じゃあ、次の動画で待っててね。またねー。ご来店ありがとうございました。またのお越しをお待ちしてます。